はい、どうもおはようございます。うなぎです。実は私事なんですけど、まだ寝ておらず、ずっとスプラトゥーンやってて寝れませんでした。スプラトゥーンってさ、一回やっちゃうとなんか勝つまでやり続けたり、なんか勝ってもさ、なんか気に食わない、納得しないとずっとやっちゃいますよね。そんくらい中毒性のあるゲームなんですけど、で昨日最新スプラトゥーン2情報で、まあ新しいスペシャルが出ると、その名前がナイス玉だと判明しました。このナイス玉の動画、昨日ね僕の方も動画を投稿したんですけど、まだしたすぐこんなメールが来てました。ナイス玉ってこれですよねっていう動画付きで来てたんですけど、これ見たんですけど、ナイス玉だったナイス玉だった本当に。ただね、なんか味方がナイスしなくても自分でナイスできるみたいな、ぼっちでも友達味方にナイスされなくてもまあ一応発動するみたいですね。はい、前もさ、炭酸ボムってまだ出てないんだけど、炭酸ボムのね動画もね、同じ人からいただいたんですよね。これどっから発掘してんの任天堂の社員なのかなということでね、みんなにちょっとこれを見ていただきたいと思います。はい、ナイス玉だったでしょ自分でナイスしてたのがちょっと可愛かった。本当にあんな感じなんですかね。まあ、正直さ、ナイス玉出たとしてもさ、味方にナイスしてもらえないから腕ね、使えねえとか、多分言うつもりだったの。どうせナイスされないだろうなって思ってたんだけど、まあ、自分でできるみたいだから、まあ、一人でね、もう ライスの連打して、めちゃくちゃナイスの連打して、元気玉打ちましょう。ほんと元気玉だよね。まあ、ということなので、このナイス玉を、まあ、使ってみてください。一人で。4人でナイスしまくったら、相当でかくなるぞ。一応昨日さ、弾を打ちながらナイスできるのか、試してみたんですよ。一応さ、押しながらナイス押せる。危ねえ。打ちながらナイス押せた。ナイス玉味方が持ってたら、みんなでナイスしてあげましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。